皆さんこんにちは、ゆっくりウプ主と、マリサだぜ。今回は、前回の最後で話した通り、小学校の増設と、職場、工場地帯の拡大、この二つの計画を進めていくよ。というわけで今回のメイン会場はこちら、山を切り開いた、とあるだだっ広い空き地。とある。っていうか、前回と同じとこじゃねえか。うん。前回の開発はいろんなことがあり、ここの開発は不完全燃焼で終わったので、今回はここを完全に埋めていって、なんとかまとまるようにするよ。計画としては、この通り、手前の山に小学校、奥の山際に工場を作るよ。こんな近いところに工場を作るのかよ。やっぱり、住むところと働くところは近いところがいいからね。最初の頃にあった、工業団地のことを思い出しながら、ここにも同じようなものを作っていくよ。それでは建設開始。まずは小学校から、ニュータウンの端にあった小高い山をバリバリ削って、山の上に小学校を作るよ。なんでわざわざ山の上に？なんとなく、ここに作った方が雰囲気があっていいかな、と思って。雰囲気？この小高い丘から、太平市の街並みを見つつ、小学生たちは授業を受ける。そういう小学校があってもいいんじゃないでしょうかね。私はそういう学校に通いたかったです。つまり、現実ではありえなかったことを、ただ単にこのゲームに落とし込んでいる、と。ゲームだったらこういうことも簡単にできちゃうんですよ、マリサさん。いやまあ別に、好きにやってくれて構わないがな。校庭と校舎をサクッと作って、お次はこの崖を埋め合わせるため、ここにコンクリの塊を埋めて、上下を階段で結ぶよ。コンクリはこういう時に便利だな。小さな崖は、このコンクリでなんとかなっちゃうね。モッドでアセットを適当な大きさに引き伸ばして、地面に合わせるだけだから、あまり手間はかからないな。端っこの処理は、このフェンスと柵が一体となった道路アセットを使ってやるよ。仕上げに、敷地の周りをフェンスと擁壁で覆って、小学校は完成、いつもの。続いて、こっちの土地に工業団地を作るよ。一つ大きな社屋を作るのではなく、いくつかの社屋を作る形にするよ。まずはこっち側に小さな工場の社屋をポン、そして駐車場とかを整備。こんな風に、一つ一つ工場を作っていって、他のとこも、こんな風に作っていくよ。いつもやってる、お手軽製法だな。こんなちゃちゃっとした作りでも、意外とどこにでもあるような会社に見えるから不思議。でも、工場と住宅って近づけても大丈夫なのか？空気が汚いところの近くは、誰も住みたくないだろ。いや、ここに建設した工場は、モッドの設定で、汚染が出ないようにしてあるから、隣り合わない限りは全然大丈夫だよ。そうかい。でも最近は、世間の工場でも環境対策が進んでいて、住宅地の近くに、工業団地があるなんてこともよくあるね。そうなのか？やっぱり、働くのであれば通勤時間が短い方がいいからね。工場と住宅が近いと、通勤に便利だという長所があるけど、工場の近くというのは、やっぱり環境が悪いというイメージがある。そんな中でも、なんとか人々に受け入れられるように、環境への配慮をしているんだよ。というわけで、この工業団地も木や花を植えて、環境への配慮をしてみました。お、なんか緑があるだけで、工場のイメージがガラッと変わるな。土地はたんまりあるからね。ちょっとした公園みたいな大きさにしてみたよ。どうでもいいけど、芝盛りすぎじゃないか？こっちも最後に、小物や装飾を置いて、周りをフェンスで囲って完成。土地がでかいと、フェンスで囲うのが大変だな。これが地味に時間かかるんだよね。
それでは、今回出来上がった建築物を紹介するよ。まずは、小学校から。お山を切り開いて作った学校だな。作ってから気づいたんだけど、残念ながら、教室からの景色は悪そうだね。はぁ、なんじゃそら。それじゃ何のために、ここに作ったんだよ。まあ、もう作っちゃったもんは仕方ないし、それに、小学校としての役割は果たしているし、もうこれでいいんじゃないかな。そもそも、授業やるのに景色の良し悪し関係ないでしょ。すごい暴論だな。続いて、工業団地。左に一つ大きな工場、右はいくつか工場やら倉庫を作ったよ。左の工場は、とある大企業の事業所ということで、とんでもなく敷地が大きい工場だよ。しょっぱな片側2車線道路かよ。ここの正門をくぐって、敷地内に入れば、すぐ目の前に大きな建物が。これが工場の本体か。ちなみに、敷地内の道路はコンクリ製で、大型車が通行しても大丈夫なようになっているよ。あと、さっきも言った通り、敷地の一角は植物が植えられた庭になってるよ。環境問題だけじゃなく、こういう自然の植物はいつも働いている社員の癒しにもなるからね。こういう場所を作るのは大事なことなんだよ。ここでご飯とか食べたり、遊んだりしたら楽しそうだな。隣の敷地は、いろんな工場や倉庫が集まった場所だよ。奥のやつとかすげえでかいな。トラックどんだけいんだよ。これは倉庫なんだけど、建物の大きさからわかる通り、ものすごい量の物資を貯蔵、配送するので、トラックもたくさん待機してるよ。ここはバイパス道路に近いからね。交通の便を活かして、こういう企業も集まってくるんだよ。こんな山の中であっても、交通の便さえ良ければ、ちゃんと企業が集まってくれるんだな。今はそういう時代なんですよ、マリサさん。無事に建築が終わったところで、今回はここまで。もう工業需要も落ち着いたから、一安心だな。とりあえずはね。けど、まだまだこの街には足りないものがあって、次回は、その足りないものをまだ建設していなかったので、それをやっつけていくよ。足りないもの？今回小学校建てたから、次は高校とかか。それは次回のお楽しみ。それでは、ご視聴ありがとうございました。